皆さんこんにちは、石井正則です。今日はこちら渋谷パルコにやってきました。お目当ては写真展、初めての五条茂雄ほぼ日さんがやられています。写真をやってる人には有名な方なので、僕はもちろん存じ上げておりましたが、初めての方にもしっかり楽しんでいただけるような案内映像が5分ほど流れます。案内人は和田ラジオさん。展示は撮影 OK ですが、フラッシュ、動画は禁止なので静止画でお送りします。今回は写真家の三浦和人さんがこの展示のために新しく焼かれた生のプリントが見られるというのもすごいところです。コンタクトプリントがあるのも写真をやる人間にはたまらないポイントでした。このカラーの展示はポジも置いてあって、ルーペで詳細に見ることができました。五条さんの私物や日記も展示されていて、幼い頃に患ったご病気で身体的ハンデがあり、36歳という若さで亡くなった五条茂雄さんの人となりが伝わってくる展示でした。11月13日までです。